こんにちは。ちょっと野外でユーストリームを試しています。9月9日木曜日です。無線 LAN を使ってですね、今自宅の庭にいます。庭からライブ配信ができるかなということで、ちょっと実験的に試しております。電波状況は強いと問題ないですね。2階の部屋からちょっと離れてはいますけど、問題なくつながっているのではないかなと思います。つながってるのかな。ちょっとよいしょ。ツイッターで。反応があるかな。よいしょ。ツイッターで送りました。ただ庭を映すのもなんですけど、こんな風にして、これが玄関ですね。で、いろんな花、植木があります。で、花も咲いてます。どうも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 。こちら花ね。いろんな花が、親父が花が好きなんで、いろんな花を植えております。で、こっちが倉庫。この倉庫の中にはバスプロのタオルが入った段ボールがいっぱいあります。で、ずーっと。で、こちら、親父が作ったちょっとした中庭というかね、庭園というか、なんかちょっといろんな小物を、タヌキの置物とか置いてます。で、いつも使ってる車です。こんな感じの中で今ちょっとライブ配信を行っているとこです。もう夕方5時10分回ってますので、あ、ちょっと暗いかな。あ、オッケーオッケー。5時10分です。ここで野外ライブ配信というか何もないんで、面白くないんですけど、まだ暑いのでね、蚊がいて足がかゆいです。ちょっとね、蚊に食われましたね。足がかゆい。秋もうちょっと涼しくなると、ここでも何かライブ配信ができるかなと思います。ちょっとこれ移動できるので、さっきのタヌキの置物があるところちょっと紹介しましょうか。こっちですね。電波状況問題ないので、ここよいしょ。はい、たぬきさん、親父が、ちょっとした庭園みたいな、なんて言いますね、これ、こういったのを作っているんですね。こちらには左近太郎という獅子おどしなるのかな、こういったのも、作ってますね。こんな感じでタヌキさんが、座ってます。よいしょ。あまり道路に出ると電波の状況がおかしくなるので、こういったところしか紹介できませんけど、これが私の家の庭です。こちら、ここで今ライブをやってました。夏なんかはこの中庭で、前庭でバーベキューとかをやったりしてるんですね。上は藤棚。春というか5月に入ってから藤が一斉にポーンと咲きますね。お、車来ました。ね、こんな感じの中でライブができる。無線 LAN が使えるということは非常にいいですね。よいしょ。あーた、かゆい。ちょっとこれ、蚊に食われて、かゆいですね。はい。で、なんとか、無線 LAN も使えるということで、ここでいろいろアイデアを出して、ちょっとライブ、あー、かゆい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 。やってみたいと思います。よいしょ。
これダメだな。安定しないですね。よいしょ。はいはい。こういう感じかな。はい。ちょっと光の具合が、光線が悪いですね。あ、ちょっと我慢できない。かゆいかゆい。すいません。ちょっとこのぐらいで実験的な配信は終わります。かゆい。じゃあまた。さようなら。